おはようございます。ブーコと愉快な仲間たちのパパです。今日は1月の16日、朝の9時ぐらいです。再入院して11日目ですね。で、コロナ病棟に移ってきて6日目です。風邪みたいな症状ですね。まあコロナの症状なんですけど、まあ咳とか喉の痛さとかもうほとんどなくなりまして、ちょっと痰がここに絡んでるぐらいですかね。まあそれぐらいでもうほとんどきつくなくて、寒気もなく、ここに移ってくる前はやっぱ毎日ですね、ちょっと熱が出たりした時にもう寒気がしたりしてたんですけど、もうそういうのも全然なくなりましたね。で、コロナ病棟に移される前は、CRP が、9.46 ぐらいだったんですけど、こっちに移ってきて、おとといは CRP の数値がですね、8ぐらいになってて、で今日の朝も採血したんで、多分もっと下がってるんじゃないかなと思います。まあ、僕としてはもう少しでここを出られるんじゃないかなっていう予想をしてるんですけど、まあちょっと全然わかりません。早く出てね、移植の方のですね、本来の病気の方の治療をしたいなってすごく思ってるんですけど、やんないと退院もできないしですね、っていう感じですかね。で、まあこう今映ってる通りですね、ここ個室なんでですね、とっても良かったです。ちょっとカメラとかあって見られてるかもしれないですけどね、去年ですね、違う病院ですけどコロナにかかりましてですね、コロナ病棟入院したんですけど、その時はですね、大部屋だったんで4人部屋ですね、気も使わなきゃいけないし、私も含めて4人ともですね、もうごほごほ咳してるからすごい嫌な感じだったんですけど、まあ個室なんでですね、めちゃくちゃ気楽ですね。まあそれが良かったと思います。あと無菌室からこっちに移ってきたんですけど、やっぱり無菌室と違ってですね、空調がちょっと弱いんで、弱いおかげで乾燥、あまり乾燥してません。無菌室はですね、もう乾燥してですね、喉が痛くてっていう感じなんで、まあこっちの方がそれに関してはいいかなと思います。トイレもですね、これトイレ、まあユニットバスになってますね。シャワーもついてます。こんな感じですね。はい、まあもともと呼吸器科みたいなところの病棟ですね、呼吸器病棟がこのコロナ病棟に今変わってるみたいでですね、呼吸器病棟をコロナ病棟の専用に一応作り変えてる感じですね。はい、そんな感じです。まあ体調もいいんで、早く、血液内科に戻って本来の治療をしていただきたいなと思ってます。今日はこれで終わりです。よかったら高評価、登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。